満州事変と今の世の中ってのはどういうつながりっていうのはありますか、見てますか、どうですか。一つ考えなきゃいけないなと思うのは、相変わらず日本っていうのは相手の国も日本と同じような形、同じような考えをする、その相手はまた別だから、どんな別の考え方するんじゃないかっていう考え方を持たないんじゃないかな、今でもその世界観がね。だから逆に言えば日本っていうのはそれは苦労してないから、平和が続いてるから、みんな世界中同じような思ってるわけね。だけどそういうのなくて、やっぱり僕はつくづく思いますけど、日本人っていうのはみんな水はきれいなもんだと思い込んでるけど、水はたくさんあっても濁っててもね、水はそれはそれで暮らしてるんだっていう人はいっぱいいるわけよね。だからその辺のいわゆる国際感覚っていうのは、依然として日本は島国から外を見てるっていうところはあまり変わってないっていう。グローバル化だんだん昔に比べれば、日本人は、今の日本人はなんかもう世界中分かってるようなつもりで話してるけど、そうかなって、特に日本人 の中国に対するものの考え方、日本の物差しで測って脅威脅威脅威っていうようなことを言ってるけど、向こうの都合はどうなんだかっていうことを世界規模の中で考えて対応していかないと、戦前とも同じになって、